すごくないですか。大正15年、1926年ってことはもうすぐで100年。これオープン当初のあれですね。すごいな。ほとんど変わってないんですよ、この作りというか。もともと大学野球のために作られた球場だったんで、意外とプロが使い始めたのってそんな昔じゃないんですよね。来たー。ここが一番ワクワクするんですよね。この球場へつながってるこの一本道が、あ、見えてきましたね。すごい。あー、広っ。あー、すげー。野球場に立つのが小さい頃夢だったんで、ちょっとその夢が叶ったような感覚というか、このグラウンドに立てるのって本当になかなかできないんで、結構感動してます。投げれますけど、変化する自信はないかも。あ、最高だ。楽しい。野球は父がやってたのもあるんですけど、少年野球から始めて18年くらいかな。僕にとって青春を全部野球に注ぎ込んだので、人生観が結構その野球中心になってるというか、野球と川ですね、僕の人生は。中学くらいまではプロになりたいなっていう夢があって、でもちろんいつか神宮球場でプレーしたいななんて思ってたりもしたんですけど、すごく特別な場所だと思っていて、すごいこう歴史がしっかりあるし、まあ、このエリアって、まあ、神宮球場をはじめラグビー場もあるし、日本の歴史においてのスポーツの発展に大きく、まあ、貢献している場所だと思うんですよね。それはこれからも絶対変わってほしくないですし、まあ、施設はどんどんこう進化していって変わっていくかもしれないですけども、そのスポーツを盛り上げるっていう気持ちとその方針みたいなものはぜひ変わってほしくないななんて思っております。はい、今日もちょっとこんな贅沢な経験をさせてもらって、いや幸せでした。